フィンランツキー駅は、ロシア連邦のサンクトペテルブルクにおける5つのターミナル駅の一つである。ヘルシンキやビボルグ方面の列車が発着し、駅名はフィンランドのを意味する。10月革命の前の1917年4月3日に、ウラジーミル・レーニンが亡命先のスイスからロシアに帰国する際に降り立った駅として有名である。プラットホーム1870年に、 フィンランド鉄道のリーヒマキ・サンクトペテルブルク鉄道のターミナル駅として開業した。駅舎はスウェーデンの建築家によって設計された。当時のフィンランドはロシア帝国の影響下にあり、この鉄道の建設はロシアへの忠誠の意味があった。現在の駅舎は1960年に建て替えられた現代的なデザインの建物である。建物の正面から見て左側は サンクトペテルブルク地下鉄1号線のプローシャチレニナ駅の南出入り口となっている。レーニンの帰国の際に使用された蒸気機関車1918年まではフィンランド鉄道によって運営されていたが、ロシア革命によってフィン人と鉄道職員がフィンランド本国に避難するとともにリーヒーマキサンクトペテルブルク鉄道はロシアに譲渡された。代わりにロシアが所有していた。 ヘルシンキのアレクサンドル劇場がフィンランドに譲渡された。7月放棄の騒動の後に労働者と兵士はが臨時政府の軍隊と衝突した時、レーニンは身の安全と逮捕から逃れるためにフィンランドに逃れなければならなかった。レーニンは秘密裏にフィンランドに戻ると同時に鉄道労働者として身分を隠した。その時に使用された蒸気機関車は1957年に フィンランドからソビエト連邦に送られ、現在も駅のホームに保存及び展示されている。1941年から43年のレニングラード包囲線の間、フィンランドスキー駅はレニングラードで唯一使用され続けたターミナル駅であった。レニングラードとラドガコ西岸近くを結び、ドイツ軍に占領されていない地域からの物資供給は湖の氷上を介して行われ、 このルートは命の道と呼ばれた。2009年4月1日未明に、駅前のレーニン広場にあるレーニン像が爆弾で爆破され、80から100センチメートルの穴が像の後ろに生じた。カレリアントレーンズをはじめ、ヘルシンキ方面からの列車が発着する。ただし、ヘルシンキからモスクワ方面に直通する列車は、ラドシュスキー駅を経由する。このほかセストロレツク。 ゼレノゴルスク、プリモルスク、ビボルグ、プリオゼルスク方面などへの普通列車も発着する。ありがとうございます。